1946年10月29日、修正帝国憲法改正案を全会一致で可決した数密院本会議の模様。第日本帝国憲法第73条は、第日本帝国憲法第7章補足にある。第日本帝国憲法の改正手続きにつき規定したもの。将来これの憲法の条項を改正するの必要、ある時派直命をもって議案を。 帝国議会の議に不遂しこれの場合において、両議員派を脳のそれの総員3分の2以上出席、するにひされ派議事を書くことを独す出席議員3分の2以上の多数を、得るにひされ派改正の議決を試すことを独す将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、直命により、議案を帝国議会の決議に付さなければならない。この場合において、両議員は、 おののその総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。出席議員の3分の2以上の多数を得られなければ改正の議決をすることができない。日本国憲法の制定は大日本帝国憲法を改正する形式で行われたため、この条文によって行われた。日本国憲法は神悟で、賃は日本国民の総意に基づいて、 新日本建設の礎が定まるに至ったことを深く喜び、数密顧問の沈む及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を負た帝国憲法の改正を再化し、ここにこれを交付せしめるとして、近帝憲法の体裁を取るのに対して、全文では日本国民はここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定するとして、 民定憲法の定裁を取る。ここに一見祖語があるため、憲法の制定主体に関して議論があった。ありがとうございます。